どうも、つぶらです。今日はね、めっちゃ可愛いパンを入手したので、それを食べていこうと思います。なんということでしょう。説明したところのデータが吹っ飛んでしまったので、急遽口頭で説明します。猫猫っていうパンですね。を買いました。見ての通り、猫の形をしたパンです。で、今回は、この普通のプレーンのパンと、チョコのパンを買いました。チラシがくしゃくしゃになっとる。本当に可愛すぎてやばい。これが普通のプレーンの味で、こっちがチョコレート味っていうか、チョコレートなんかくるみみたいなのが入ってるやつです。牛乳持ってくるわ。可愛い。で、なんとね、チョコペンがついてきてくれたので、これも溶かします。ダメです。あーん。じゃあ早速このチョコペンで顔を描いていきます。え、やばい、可愛いかもしれん。はい、天才。ちょっとね、重力にチョコレートが負けて垂れてきてるけど、本当はトーストしたかったんだけど、焦げ焦げの猫見たくないなと思って、しなかった。ということで、いただきます。うん。これね、バターとか何もつけなくても絶対うまい。てか、うまい。味が濃い。美味しい。多分チョコペンで書いてもどうにもならんと思うよな。どうにもならんかった。こっちもいただきます。これくるみとかチョコチップとか入ってるから。最高。くるみ入りのパン大好きだからね。これ無言で食べてしまうわ。美味しいんですよ。生地もね、ふわふわ。ちょっとね、2枚は多すぎたので、明日の朝また食べようと思います。これ普通に通販で買えるので、説明欄にリンクを貼っときますんで、気になった人はチェックしてみてください。これは猫好きにはたまらんパンですね。しかも美味しい。ということで、今日の動画は以上です。この動画がもしよかったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、バイバイ。